あるよ。ちょっとガスが多くなってますね。やっぱり3200m 超えたら息が苦しいね。遭難者の慰霊碑ありますね。分岐ですね。見にくいですけど、左に行った富士山頂、あと 1.9 キロ、2キロ切りましたね。こちらもうすぐじゃ吉田口と合流のとこかな。合流はまあ本8合目か。下山のところで合流するところか。今で8時28分、須走の5合目、駐車場出たのが3時なんで、今5時間半ですね。5時間半でもう少しで下江戸さん、あそこ8合目、下江戸さん、今日は嫁さん来てないんで一人で登ってるんで、この前8月の12日かな、台風の日なんですけど、その時登った時は吉田口富士スバルラインから登って、5合目から本8合目まで10時間かかりましたけどね。上に登ってきて、今日は下はちょっと雨降ってるいうことなんですけど、富士山はまだまだ、下の雲は雨が降ってるあれですけど、太陽が照ってなかなかいいコンディションですね。今でも3300m ぐらい来たかな。まあ順調よく登ってますね。もう少しで下江戸さんに到着ですね。よいしょ。こんな感じで、下はもう真っ白ですけどね、雲で。もう少しですね。こちらに行くと富士スバルラインの5合目ですね。こちらが吉田口から来た人の下山道になります。で、富士山頂がこちらで、よいしょ、下江戸さん、下江戸屋さんに到着。富士8合目、皇太子殿下ご宿泊所、江戸屋、すごいな。8
信号に到着。ローザーが降りてきてますね。富士山山頂まで 1.7 キロ100分2時間切りましたね。ちょっと上が富士山の山頂が見えなくなりましたね。8合目到着8時38分よし。ここに来てもこれはしんどい。まだまだ元気やけど足の指が痛い。よいしょ、こっちか。次は本8合目目指して、昨日宿泊して御来光を見て大八巡りをして帰ってるんでしょうね。ごっついのが上がってきたね。すごいのが上がってきた。標高3400m、富士山ホテル、上井戸屋さん、トムエガンさん。何度か、何度かちょっと。山中は晴れてそうですね。よし。よし。そしてこちらが本8合目抜ける通りになりますね。よいしょ。こちらが富士山の山頂になりますね。よいしょ。よいしょ。失礼します。
よっしゃー、はい、本8号目エレアさん到着、はあ、こちらこんにちは、こんにちは、こんにちは、はあ、おー着いた、はあ、8月の12日にトマトやろうですね、はあ、ここから台風で上までは行けませんでしたけど、今日はなんとかリベンジで、ただいまの時間が9時ちょうどですね。3時に出発して須走の5合目から6時間で本8合目エデアさんに到着です。前に焼きいただいてるんで、ね、今回はなしで行きましょう。すばしりの5合目から4.6キロ歩いてきてますね。このまま上がったらずっと久寿司神社行きますね。久寿司神社さん行って、お鉢巡りをずーっとやって帰ってきたいと思います。マヨネーズをつけますね。今日は登ってないですけど、嫁さんが作ってくれました。いただきます。やっぱり弁当には卵焼きやね。卵焼きウインナー、シャウエストとカニカマ、いっぱい食べてまだまだ山頂目指して、お初めぐりもごちそうさまでした。登頂成功。